はい、FF16 続きからやっていきたいと思います。はい、もうなんかいよいよみたいな場所まで来て、進みましょうか。どこまで行くのこれ。道悪いしね、なんなら走れないし、何嫌な音色するね。もう出てきたし。人の罪を語るには、それの誕生以前に時を遡らなければならない。悠久の昔、魔法という名の奇跡が生み出され、この世界を大いなる繁栄に導いた。昔話？魔法も黒の一体もアルテムが発端だと。どうやら進めってことらしい。まあでも優しいかも。お話を聞いたら前に進んでいいよっていう。多分これでだからいろいろ世界の断りが分かっていくのね。きっとそういうことよね。回りくどいわね。パッとやってくれたらいいのにね。どこ？精神のみの存在となってもなお長い旅は続いた。そしてようやくこの楽園を見つけたのだ。無垢なる大地、バリスゼアオ。しかし黒の脅威はとどまることを知らぬ。いつの日かこの地にも押し寄せよう。故に我はここに至り決意した。まことあるべき世界の構築、黒など生じぬ新たな断りに基づく創生だ。バルナバスはその言葉に踊らされた。なるほど。まことあるべき世界という幻想に。人の自我、それを持たなければ、その世界に渡りさえすれば人は救われると。全てはアルテマの思惑だったとも知らないで。まだ道が続いている。行こう。待って、わかんない。アルテマってさ、こう話だけ聞いてると、もうどうなんだろう。なんか最初私の中のアルテマってすごい悪いやつみたいな印象だったけど、そこでもないのか。
考え方次第って感じ。でも実際黒は迫ってきてるわけだし、現状ね。むずいねこれ。まことあるべき世界の創生に莫大なエーテルと、それをなす大いなる魔法に耐える肉体を要する。我は策を練った。一つはバイスゼアに配したマザークリスタルから創生に必要な量のエーテルを集めること。もう一つは我を模した人という種を作り、器となりうる肉体を芽吹かせること。人を作っただと？そう驚くこともあるまい。それはクライブってこと？人とはないどこに住みぬミュトス、汝を育むためよ。我はミュトスという果実がなるのを待ち、時が来るまで眠りについた。だが我が眠ったことで、人は我とのつながりを失った。人はそれを主に見捨てられたと錯誤し、導きを求めて名もした。そして罪を犯したのだ。自分自身を主とした自我を作るという大罪をな。己を維持するがために、故に人の持つ自我は際限のない欲にまみれている。己の充足と優越感を欲した結果、ついには人の手によってこのバリスデアに苦労を生じさせた。これもまた人の罪に他ならない。人が自我を持ち、バリスゼアに黒の一体を生んだのが罪と。人の罪、それが奴と何が違う？アルテマ貴様は、だからそのアルテマ、なんかむずいよな。でも人が実際起こしてしまったのは事実だし、もう何とも言えなくなってきちゃったな。前回までだったらさ、にアルテマみたいに言ってたけど、なんかない？なんかいるって。あれ、どう見ても人の形してる。大丈夫？あれは黒いイブリート。あれこそ遠い過去に捨て去った。なるほど、そうなんだ。へえ。我が器として求める汝の姿よ。人の罪によりバリスゼアに生じた黒の脅威、このままではこの力エーテルが失われる。その焦燥に駆られた時、汝が生まれた。我は汝をまるで人が赤子を慈しみ育むように、召喚獣を食わせ成長を見守ってきたのだ。今こそ己が役割へと帰るがよい。そしてミュトスよ、黒の生じぬ世界の創生を。黒の一体、
貴様だって生きるためにそこから逃れたんじゃないのか。人も同じ、生きるために自我を持ったんだ。お互い望みは同じだったのに、手を取ろうとは考えなかったのか。我が人となぜだ。宿礼に何を求めるというのか。何時の言は理解に苦しむ。何時が生まれた以上、人はもうその役目を終えたのだ。残す必要もある。その思考はダメね。創生をもって人は滅す。どういう意味だ。我に背き罪を犯す人など、まことあるべき世界には無用なもの。この世界は我がもの。そこにあるものをどうしようが我の自由ということだ。ここは俺たちの世界だ。勝手なことをさせるか。何、チートじゃない。その力を制するのはたやすい。兄さん、俺たちならやれる。ああ、そうさ。自我を持つゆえにあだなすか。ん、心得る。まことの主を覆すことなどありません。うわ、なんかスタイリッシュ。まあ、でも倒そう。無理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 。なんか考え方やっぱやばかったわ。俺たちも、うん、みんなもこの世界で必死にもがいている。どんなにいびつで汚れていても、ここは俺たちが生きてきた世界だ。俺たちと貴様とどちらかしか残れないのなら、貴様が消えろ。この手で世界を黒から救う。自分たちの意志で生きていくために、もうお前の好きにはさせない。ここで終わりだ。でも倒せるのかな。はい、何これ、何これ、これ何、これ何。そこか。うん、あ、でも意外とダメージ入るよ、アルテマ。最初は多分あれじゃない、ちょっとこうか弱いんですアピールじゃない。ちょっと早いな、向こう。避けるのも結構精一杯。やばい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 。オッケー。いいですよ。すみませんすみませんすみません。いいよいいよいいよ。よくなかったよ。何時だも犯した罪が消えることはない。罪って言うけどさって感じ。人よ、敗復せ。何何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 
出た、その技。この技何？よいしょ。これこれ一応凍るんだね。でもいいですよ。なにそれ、なに、半分いった、半分いってる。よしよしよし。でもこれで終わるわけないから、地味だよねこれね。燃やしたい。何？だからズルだってそういうの。主にあだなし、さらに罪を重ねるつもりと。どうなってる？主だと思ったことないもん。見たいよね。わかる、もうたくさん。ここで終わらせてやる。何何それ。そのためだけの存在ということを忘れたか。入ってるダメージ、そこか。やばい。入ってはいるか。入ってはいるわ、入ってるよ。よしよしよし。そんなもの当たらぬよ。絶対当たっちゃうんだよ。よし、遅いわよ。クスクスクス。おい、いやいやいや、やっぱね、メガフレアって大事だと思う。とても。うわ、終われ。ナイス。いいよ、とてもいいダメージなのでは。マジでもうちょっと。なに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 、撃つ、はい、それ何、終わった。やった、なんか地味な終わり方しちゃった。まあまあまあ、でも15,000、えぐー。清掃を待ちわびた器よ。だが、主にあだなした。
この大役の罪は捨ておける。主って知らないのよ本当。今ここで何時もその声太った自我を。太ってないわよねえ。うわ、精神攻撃は基本って言うけど、そういうこと？いや、よくないって。何これ？なあクライブ、シドを名乗るお前は誰かを救えたのか？救えました。マザークリスタルの破壊、たくさんの人を不幸にしてしまったわ。それはまあなった人もいるかもしれない。確かに結局志など何の役にも立ちはしない。そうでもない。所詮は綺麗事なのよ。後にも先にも、そこにあるのは積み重なった死体の山だけ。ジルが一番しんどいこと言ってくるな。そう、どんなに頑張っても報われることはない。船できたでしょ。報われた報われた。だからもう無理はしなくていいんだよ。え、マジ精神攻撃やめてほしい。そうなのかもしれない。何こんないろんなところ飛ばす感じ。お願い、誰か私を助けて。誰か私を愛して。お久しぶり。どうしてどうして手に入らないんだ。こんなに願ってるのに。人が自我を持ったがために己の欲望に固執する、不完全な存在となった。それゆえ自らを苦しめ、あやめ、自らの欲望で世界さえ壊してしまう。なら何も考えない方が楽になれる。ああ、そうだな。あ、ダメダメダメ、よくない、よくないって。なんだ、そこにいる人たち字が強かったって。だってがないけど。クライブ！クライブ！ちょっと。これは幻だ。すぐに終わる。帰ろう、兄さん。兄さん。あなただよ、クライブ。クライブ。
これでも迷わない。そうだ、俺はクライブ・ロズフィールドだ。兄さん、アルテマ。よかった。ミートス、ここまでしても自我を消すことができんとは。しかし、なぜフェニックスがここに。外界から干渉することなど人の身にできるはずが。いや、元よりここにあったのか。ミュートスの自我にフェニックスの像が刻まれ、思念によってその実体を得たとでも。思念が人を創造。人の思念、思いとはこれほどまでの力を。ここから出させてもらうぞ。何者？鳴き声？相変わらずやっぱこれは崩れるとき綺麗ね。一つの炎。目を覚まして、兄さん。ジョジョ、俺は大丈夫だね。奴の支配から逃れた。それより、人がロゴスに偽りの神となろうというか。進化の道を外れ、我と肩を並べようなど。これ以上汝の見ままを許しはせぬ。一体何をする気だ。オリジンをもって我本来の力をよみがえらせ。オリジン、そして汝に耐え難き絶望を与え、文字通り肉の器としてやる。我が力、思い知れ。え、何する気？やめてよ。マジ変なことしたら呪い殺すからね、感じ。ここ。すべてのマザークリスタルは消滅し、エーテルを集めるという役目を終えた。長きにわたる計画も
間もなく終局を迎えようとしている。お前もまたその眠りから覚める時だ。さあ天かけよオリジン。オリジンって何なのだからあーもう最低、人がいるでしょ本当に。ちょっとセンス疑うかもしれない。あ、みんなご無事？まだちょっとできるわね。もうしんどいよね、冷静に。ドレイクスパイが消えたってのに、あいつらどこに行っちまったんだ。おい、あれを見ろ。エーテルが集まってる。一体何が起こっている？わからないわ。戻ったのか？クライブ、ジョシュア、ゼル、みんな無事か？平気よ。何があったの？詳しくは後だ。見ろ、エンタープライズを出せ。聞くぞ、目的は果たした。世の役目だ。え、待って、頼む。死なないよね。船出すまでのね、時間稼ぎはわかるんだけど、え、乗って乗って早く。あ、よかった。もうこれで死なれたら私マジ無理だもん。ああよかった。随分遠くにいたのねこれ。とりあえず隠れ家に行くのね。じゃあ行くか。はい。多分行かないとセーブできないしね。オリジン。オリジンって何なの？みんなに状況を伝えた方がいいな。オットーに話して集めてもらおう。あ、新しい商品入荷だって。見に行こうと。モンキーじゃない？いや、大事だよ、でも。いや、クライブ。見ていきな。でも特に武器ではない。こういうの買った方がいいのかなって思うけどね。あ、ポーションを買っとこう。ちょうどいただくよ。はい。え、何が入荷したの？じゃあね。はい、ありがとう。一仕事してやろう。どれが欲しい？ちょっとね、素材がないんだよな。
そうなんだよね。これが欲しいんだよ、本当は。素材が足りない。ムリハルコンとか持ってない。おお。クラッチなんちゃらってもうちょっとでいけそうなんだけどね。あ、こいつなら敵なしだ、はい、大事に使えよ、また来いよ。ということで、まあ、一旦今回この辺で終わりたいと思います。特にミッションとかは発生してな。あ、おじさんおるやん、よかった。もうみんな無事ならそれでいい。うん、ちょっとまずマップ、マップ、まあ、全部いけるね。特にミッションは出てないので、この辺で一旦終わりたいと思います。バイバイ。